社はパイプの製作を行っております。パイプの手配、それから金物の手配で、パイプの製作、それから納品までを一貫で行っております。それから弊社は海外へも工場を持ってまして、セブ工場、それから中国工場、2拠点も同じようにパイプの製作から納品までを一貫で行っております。パイプは、船の中でいろんなところに使用されるんですけども、流体がいろいろありますんで、その中で口径であるとか、その材質であるとかっていうのがいろいろまちまちあります。その中ででもですね、大きいものから小さいものまで、全ての缶を一つの工場で、今パイプ工場として製作をしております。導入前はですね、どうしても手作業で加工を行わないといけないということで、枝加工であるとか穴開け加工、それから貝先切断っていうのはとても時間がかかっておりました。コースターを導入することで、こういった加工を機械ですることができるということで、品質も安定するということで、とてもメリットを感じております。それから、どうしても手作業となると熟練した作業工がいるということで、そういった作業工がいなくなってきているっていうのも一つの問題だと思っております。それからコスト面においても、手作業だとどうしても時間かかるということで、コストが高くなってくる。こういったパイプコースターを使えばですね、そういったコスト面も抑えることができるということで、とてもメリットを感じております。そうですね、造船業というのは、重工業環境という中で、とてもこのパイプコースターはタフな機械だと感じています。で、このパイプコースターをですね、弊社のセブ工場の方にも20年以上前から導入してるんですけども、今も現役で活躍してくれてます。それから機械のスペックが高いんでですね、先ほども言ったようにオペレーターの方が簡単に操作して簡単に使うことができるということで、セブ工場の方でも、今 とても重要な機械になってます。はい。造船パイプ加工業界ではですね、このパイプコースターはもう特別な機械ではなくてですね、必須な機械になってきていると思っております。このパイプコースターのネットワークを使えばですね、加工業者さんとのデータのやり取りっていうのを、もうそのままデータでやり取りする、データを送ってあげる、それから、送っていただくというような流れもそのまま作ることができると思っております。それから、客先によってはどうしても難しい図面というのもありますので、そういった図面であったとしても、パイプコースターのデータを使えば一緒のものを加工して作ることができるというふうに思ってます。で、弊社は、先ほど紹介させていただいたように海外へも工場を持ってます。その工場へはデータを送ってあげることで、海外の方でも加工することができるということで、大きなメリットを感じています。これは素晴らしいことだと思っております。